さあ始まりました、すみこのヤバい帝国。今回は山口敏太郎先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみこのヤバい帝国。ちなみに富士山噴火についてはどう思われますか？富士山はね、はい、僕は小規模な噴火あると思いますよ、うん、でも大規模な浅間山大噴火とかね、はい、あんなね、なその周囲が真っ黒になったとかね、うん、あそこまではないとは思うけどね、うん、でもこれは警戒した方がいいですよ。そうですよね、あの、うん、別に予言とは別に警戒レベルは高まってきてますもんね。そうだよね、はい、だからね、あのなんで日本政府がね、うん、あのもっともっと日本がこの地震とかとかね対策にお金を使わないのかなと、うん、なんでなんですか？だって海っぺりの町っていっぱいあるじゃん、はい、あそこでじいさんばあさんがじいちゃんばあちゃん高台に逃げろって言って走れねえんだから、うん、だからね、ほんなら2階建てのねあの船に なる、うん、非常用ポットになる、うん、やつを作ればいいじゃん、あっちこっちに、うんうん、でその中に100人に逃げ込んだら助かった、うん、そういうのやんないもんね。やらないですね、うん、地震学者の方に聞いた話によると、うん、やっぱりあの地震で被害が起きて亡くなった方が出た場合に、うん、その遺体を保管する方法が一番大切で、要するに何かその腐って、ウイルスが出てしまったりですとか、 そうだね、それを防ぐのは二次災害を防ぐことにつながるのに、うん、そのお金を政府が出さないっていうふうに嘆かれてました、ね、ああ、それはそうだね、うん、今ねこのコロナで今騒ぎになってるけど、はい、これで避難所生活になったらどうしようもないよね、うん、コロナがまた蔓延したとか なっちゃったらね、はい、目も当てられない状態だよ、うん、9月以降10月以降ね、はい、なんか食料不足になるって噂があるんだよ、うんうん、なんかもう今年の10月以降ってことですか？そう、うん、飛鳥先生は、飛鳥昭夫先生がよく言ってますよ、うん、ね、確かにね、あの小麦が値上がりしてるじゃん、うんうん、まあ食料不足って言ってもそこまでじゃないけど、うん、まあお金が足んなくなってきてるのは事実だし、うん、いや僕はねもうちょっと備蓄を考えるべきだよね、うんうんうん、各政府が大企業に指示を出して、はい、あの食料備蓄を義務付けるとか、うん、ここは100人社員雇ってますねと、うん、100人分が例えば1ヶ月食べれるように備蓄しといてください、うん、毛布も用意してください、うん、で、救急道具も全部用意してくださいって、うん、やるべきなんだよね、うんうん、それがやってないからね、あの NHK で怖い映像見せるじゃん、はい、よくシミュレーションやってます ね、南海トラフの見たらゾッとしたんだけど、うん、ああいうことをする暇があればちゃんとやればいいのになと思うんだけどね。ちなみに個人で備蓄する場合は何を用意すれば、うん、米です。米です。塩さえあれば。確かに、うんうん、米と乾パン、うんうん、とりあえずそれだけあったらとにかく生き残れるからね、うん、まあちょっとね、まあ一言じゃないよね、うん、予言はいずれ我々日本人全て来るんじゃないかな。山口先生が今預言者として注目されているのは七代さんと、うん、あと近道さん。近道さん、彼らはブログとかで発信されてるんですか？近道さんはノートで発信してる。ああ、ノート。七代さんはもうノートだったかな、うんうん、でアーニーさんっていうのはアーニーさん、アーリンうん、あのももクロと同じアーリン、ね、あ、はい、あのモモクロのファンからクレームが来たと言ってモモクロちゃんが生まれる前からアーリンなのって生まれる前からって面白い、うんうん、それはねブログですよ。アーリンさんが言うには、うん、8年後ぐらいに思想が出てる人がいっぱいいるって言うんだよ、うん、日本人で、ね、有名な方で。いやもうほとんど、街歩いてて、みんな思想って。それって何が原因なんですか？多分首都圏直下型が来るんだろうと。へえ。俺も死ぬって言われちゃったもん。8年後に思想が出てるって言われた。どこ見れば分かるんですかね。分かんないね、霊能者得意の勘だよね。8年後に思想、うん、ってことは2030年ぐらいまでってことですね。そういうことだよね。でも2030年ぐらいも結構指摘してる方多いですよね、うん、危ないって。まあ、
どこでもそういう危ないって言うんだけどね、うんうん、そしたらどっか当たるんだよ。そう、まあ言い続けてればっていうのは、まあ、当たればまた大儲けだからね、うん、預言者さんとしてはね。そうですね、うん、まあそこら辺の預言者は僕は信頼してる預言者かな。うーん、あー、すごい貴重な情報です。うん、あ、いつでも紹介しますよ。ああ、ありがたいです。あの、見てくれますから、うん、あとこの前ね、なんかすごい霊能者と会ったよ。まあ、ね、ゆりはなさんっていう、はい、霊能者ゆりはなさん、病気とかね、あの、そういうのが直すのが得意だ。うーん、あの人はすごいね、うん、親が死にかかってると助けてくれるとかね。へー、なんか切れかかっている命の線をつなぎ止めるっていうね、うん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 、で助からない場合もあるんだって、うん、あ、この人はもうダメ、うん、寿命だからもう切れますから、うん、つなげませんっていう風な場合もあるんだってね。だそうですよ。その子手かざしとかですか？いや、手かざしじゃない、うん、こうやって祈るだけで分かる。へー、でつなげてくれる。うん、へー、そんな方が。いや、普通そのつなげ、あの、寿命の糸をね、うん、つなげるって、そんな死神とかね、うん、ね、神様クラスの仕事じゃん、うんうん、それができるっていうんだよね。すごい。 なんでそんな、もともと霊感強かったんだけど、うん、なんでそんなに強くなったかっていうと、なんかね、がんになっちゃった、うん、巻きがん。ご本人が、ご本人が、うん、もうあと数ヶ月で死にますってなっちゃった、うん、で、ああもう私死ぬんだと思って、あ、その前に神様って私の命を助けてくださいってお願いした、はい、でもし助けてもらったらいろんな人の役に立ちますって言って、うん、そしたらね、黒ずくめの音が夜訪ねてきて、うん、こうガチャ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 って体の中いっぱいいじり始めた、はい、そういう夢が2日続いたの、うん、2日経ったらガンが全部消えてた。どういうこと？どういうこと？メインブラック？うんうん、うん、分かんないんだって。それ以来霊能者として活動してる。いや、でもなんか私たまにイベントで話してるんですけど、はい、結構有名なミュージシャンの方で、ステージから落ちちゃって腰を怪我してずっと治らなかった方が、まあ、日本中の医者とか整体師に見てもらったんだけど、うん、治らなくて、たまたま行った南米かどっかのそういうシャーマンみたいな方に、うん、こう頭を手かざしされた瞬間に頭の中にこう青い線香がバーって走って、あの、腰が全部治っちゃったっていう話を聞いたんですけど、そのシャーマンがなんでその能力を身につけたかっていうと、うん、ユリゲラーと一緒に UFO に乗ってたっていう、うん、言うんですよ。もう要素がありすぎて分かんないな。あの、ユリゲラーと一緒に UFO に乗ってた、はい、乗ってて、その時に、うん、その人の怪我とか病気とか治す方法と、というか能力を授けられたっていう風に説明を受けたそうで、だからその女性ともちょっとつながるのかなと思ったんです。いや、だから、ね、その黒ずくめの男がね、うん、俺メインブラックじゃないのって言ったんだよね。うんうん、それ宇宙人の手先じゃないの、そいつ。いや、うん、そうだと思ったんです。それまで気づかなくて、はい、じゃああれ、あの人は宇宙人の手先だったんだって。はい、で、私の力は宇宙人からもらってるのかと思って、うん、そこでお祈りしてもらったのよ。はい、じゃあ聞いてみな、宇宙人の力かって。うん、そしたら、はいって降りてきた。本当かよ。本当にそうなの。もうびっくりするね。面白い。いや、だからこのオカルトの世界って本当奥が深いんだよね、うん。割と宇宙人の霊がつながってたり、うん、そういろいろつながってこない？つながってきますね。完全なる別個ではなさそうですよね。まあ、うん、我々がちょっとその ちゃんとジャンル分けできてないだけかもしれないですけど、うん、不思議な現象をこう解釈で。そうだよね、語っちゃってるので。あ、これつけたままあ、何ですかこれ、私も気づかなかった。紐トレですよ。何ですか紐トレって。紐トレ今トレンドだよ。え、ちょっとやらせてください。あのさ江戸っ子がさ、はい、あの、助け掛けするじゃん。こうやってやるんですか。え、違う、助け掛けよ江戸っ子が。あ、こうやって江戸っ子が、うん、なんだ火事か、俺が助けてやるぜって。あれ、なんか違う、今とこうん、助け掛けだから、こうバッテン作んないと。あ、バッテン作って、八の字で作って、はい、八の字の中に入れちゃう、はい、両手を入れちゃう。あ、こういうことか。それで肩から。ピンタロ先生の健康法。こう、あ、こう、あ、で、こうやってたんですね。あ、そうだね。これで、これが何なんですか。
これやってると体があれですよ、体幹バランスが良くなるんですよ。全然良くならなそうですけど。いやいや良くなりますよ。本当ですか。あのこれ江戸っ子のたすき掛けが、はい、江戸っ子がやってたって言うけど、うん、あこれ逆かな、これ前と後ろ、前と後ろ、逆あ、これをこっち右側に通して、後ろ手に、うん、後ろ手に、はい、ああそういうことだ、そういうこと、ああなんか、あ確かに、あのよく江戸のおかっぴけやるでしょ、はい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 、あそういうことですね、そういうことです。ああちょっと待って、もう一回こうやって8の字を作ってそれを後ろからかけるってことですね。そうです。ここ難しいな。えいって、おいらに任しとけいって。あでもこれ今バッテンになってないですよね、できてない、あれなんか起きてないなあれこれどうやって自分でやってます。いやこうやればいいんだよ、こうやってこうやってこう、これで目を通せばバッテンになります。あ本当だ本当だ、あバッテンだ、あなんか姿勢が良くなります。これやって、ね、寝るといいんだよ、はい、これやって、ね、これをこうやんなきゃいけないんですか。でもいや別にそのままダーンとしてる。どんどんもきちきちの方がいいよね、おもちゃん。はい。もうだるんとしてもいいんだよね。そうですか。そうなの、ね。だるんとしてもいいね。それでなんでこの紐だけでそんな。でも確かにちょっと姿勢が良くなる気がする。うん、体お互いに無意識のうちにこれ引っ張り合うから。これが効くんですよ。なんか、あの、うん、お金かかんなくていいですね。そうだよ。でもなんかいい感じがする。いい感じでしょ。はい。これで帰ってください。これが、こういうのがあるんですよ。ビンタロウさんにやらされたって言いますけどね。これ昔、すごいいい。昔のね、はい、日本のこのたすき掛けっていうのは、こうやってカッカッやるじゃん、はい。ああいうのは単なる迷信だと思ってたじゃん。うん、とか単に袖をこう、はい、こうね、上に上げてるだけだと思ったのが、実はああいうことをやることによって、うん、体のバランスを取ってる。うん、私今外した瞬間になんか、うん、あのこれがもう一回つけたくなりましたでしょ、うん、不思議ですね。もうこれ今日から君もと紐トレの仲間、紐トレ、はい、えマジでやります、これ、うん、いいですいいです。えこ細い紐でもいいんですか。あ、ま、丸だったらいいんだよ。あ丸だったらいい、こう断面切った時に断面が丸になれば、うん、紐はダメらしいね。あ布の紐とか、なんか平べったい紐、はい、紐あるじゃん、うんうん、あのプレゼント用の布紐みたいな、はい、うん、ああいうのダメみたいな。なるほど。あと体に巻く用のやつはそこにありますよ。あ本当だ、うん、あれは体に巻いてるんです。体に、全身にですか。お腹にこうぐるぐる巻きにしよう。だからこのぐるぐる巻きしてて歩いてたら変な人だと思われちゃう思われるだからジャンバー着とかないと危ないよね。危ない危ない。でもうでお巡りさん捕まってこう脅されたら、なんだ、なんでそのまま持ってんだ君、変な趣味のもの持ち主がねえって言われた。本当ですよ、うん、いやまあそういうもんなんですよ。いやでもありがとうございました。でもこれで健康に、そうだね、体を健康にして、そう来たるそのあの災害にも備えられる、耐えられる。そうだね。いやこの予言の時代、うん、ね、ぜひみんな生き残って、うん、もう締めでいいのかな。はい大丈夫です。はい、頑張ってください。はい、であと僕告知していいかな。はいもちろんです。あの僕の方でアトラスラジオというのをやっております。あの、まあ、僕は暇なんで、ね、毎日更新してますよ、うん、でその予言者の、ね、予言とかね、はい、あと犯罪者のリーディングをやってんのよ。うん、の犯罪者のリーディング、犯人がどこに逃げたか、あこうリーディングして、うん、今こっち側に逃げましたって、その通りの場所で捕まるんだよね。じゃあ行方不明の子供とかもやりましたよ、うん、なんかされてましたよね。やってた、うん、でこの前のはなんか外れちゃったんだけど、はい、この前のやつは一回埋められたっていうのが出ちゃったんだよ。あ、そうなんですか。でも川で見つかった。川で見つかったね、うん。まあね、他にもね、アーリンさんの霊視の中継とかね、うん、あと土方歳三を呼び出してインタビューしたりね、もうむちゃくちゃやってますよ。むちゃくちゃですね、本当に。むちゃくちゃです。でもすごく面白そうです。はい。はい、オカルト大好きな人間は、
山口敏太郎のアトラスラジオ。アトラスラジオ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をぜひ、よろ、よろ、みたいな。